えー、今日が初日ということで、えー、なんか、えー、感慨深いですね、あの我々前にいる、えー、おっさん4人のリーダーは、えー、大杉蓮さんでして、えー、きっとこの日を、大杉さんも蓮さんも喜んでると思います、えー、今日は本当に、えー、ありがとうございます。 あのー、本当にテレビの最中に大杉蓮さんっていう人が僕らの前から突然いなくなって、えー、にわかにやっぱり信じられなかったしもう3年経つんですけどもまだちょっとどこかに信じられない気持ちがあってお葬式の時ですらもまた祭壇の裏から「いやみんな驚かしたってごめんね」って出てくるんじゃないかってずっと思ってて、えー、実は今日もなんかスクリーンの裏で待機してて、あのー、みんな驚かせてやろうと思ってなんかこう。 後ろでお茶目の大杉さんんががいいる感覚がずっと抜けないんですねそれで本当にこういう映画ができてあもう僕らのこの「バイプレイヤーズ」っていうのも本当にまあ僕らが前面に出てやることはもうこれで最後だなと思うんですけども204のスクリーンで日本中であのこれ公開されるということでそこに204の大杉さんがスクリーンの裏で待機してるなと思ったら、えー、ねえ 風という字は風ねとも書きますし二百四の風に乗って大杉さんが、えー、日本人のスクリーンの裏で、えー、皆さんが喜ぶ姿を見てるんじゃないかと思うとなんかこうちょっとこちらもグッと来るものがありますし、えー、その魂が届けばいいなと思ってますんで、えー、皆様もどうぞ,どうぞ宣伝の方よろしくお願いいたします今日どうもありがとうございましたありがとうございました続いて三石健さんお願いします えっと今回はえ100人の俳優が出ております。あの今日こうやって僕らはあの出てますけど、この後ろにみんな100人の俳優がいます。それで、その100人の俳優はみんなあの、大杉さんの意思を継いで、あのこの映画に出ております。えー、なので、どうぞ。皆さんあの宣伝してやってください。よろしくお願いします。 ありがとうございます。すみません、<は>情報修正させてください。はい、206巻でした。206の、えー、大杉さんが風に乗って <laughs>、えー、現れるということです。206です、えー。2つ増えました。よろしくお願いします。<laughs> 自ら訂正していただいてありがとうございます。失礼いたしました。では遠藤健一さんお願いします、はいえー。今日ちょっと自虐的なことばっかり言いますけれども、えー、30代の時き、これ三石さんも一緒に出ましたけれども、えー、低予算の映画で。 公開初日、短関係でお客さんがたったの4人でした、ね、覚えてるよね、覚えてる覚えてるそれから考えると、あのうちら、こういうバイプレーヤーと言われてる人間たちは過去に何かしらこう傷を持ちながらこう育ってきてるんで、そう,いう考えると、こんな綺麗な劇場でこれだけのお客さんが来てくださって、本当に幸せを感じます。レンさんもそれななりの傷つきながら 頑張って生きてきた人なんで今これを見ると本当にびっくりバイプレーヤーズがこうなったっていうのは本当にびっくりしてると思うんで、えー、ありがたいことです今日はありがとうございましたと大杉蓮さんが「えっと虎」フーと,トラという愛犬と愛猫がいましてでそこから「ーという名前を取りましたなのでその「ーっていうのを、うん、なんていうんですかね、えー、バイプルと 撮影所を愛している風っていうものがちょっとこう蓮、うん、さんの存在としてこ,うこの映画だったりに映ったらいいなとも思っていましたしなんかドラマもそ,のそういう意味でシーズン3のエンディングはもう第1話から風に出てもらいたいなと思って撮ってましたね。